に初めて道場へ行くときの服装、体操着で構いません。寒いときは何か羽織っていてくだされば結構です。しかし始めるときは上着を脱いでください。そしてボタンがないもの、靴下は白いもの、今私は足袋を履いていますけれども白い靴下、それで女性の方は髪をまとめてください。邪魔になるからやっぱりスポーツとしてきちんと身だしなみをしてください。お願いします。